箔が吹いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が天職、永田光輝でございます。新聞広告を10分の1にする方法をお教えいたします。あ、実はですね、これ私の事例なんですよね。はい、あの実はですね、私あの新聞広告今10分の1になってますね。一時期は、まあ、父の先代の父ちゃんの代からうち80万ぐらい月かけてたんですよ。で私がもう100万ぐらい、これやっぱあの県外から大型店がどんどん来てです、バンバンバン店作ったんだけど、私ビビりまくってですね、一時期100万ぐらいかけてました。そしたらもうはっきり言うとですね、もうかけたしこ赤字ですね。危うく倒産しかけたというですね。ですから、それでですね、今は8万円新聞広告は8万円でございます。売上はですね、ここに書いてありますけど、変わらないか増えました、逆に増えました。で何をやったかと、あ、それとですね、うちテレビ広告もやってます。ただテレビ広告もですね、月やっぱり心ビビってる時には40万ぐらい増やしたんですけど、今27万にしてます。まだテレビの方が効きますね。テレビの方がまだ反響があります。やっぱり新聞はもうちょっとオワコンかなみたいなですね。あまりですからですね、これ、これ見てらっしゃる方もですね、新聞とかチラシはあんまり力入れない方がいいです。もう最低でもですね、今よりは増やさない方がいいですね。もう違うメディア、違う方法を考えた方がいいと思います。で、あとですね、熊日広告でか、テレビ広告が今27万、熊日広告が8万円ですね。で、何を代わりにやったかといったら、プレスリリースですね、熊門仏壇。やっぱりこれはもう全国放送に50回近くかかっております。読売、朝日、毎日、日経、全部かかりましたのでですね。ですから、もうそういう形でですね、最初は効果なかったんです、はっきり言ってですね。でも、じわ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 、やっぱり成功曲線上がってくるんですよね。で、今やっぱこれは明らかにやっぱ来てますですね。で、その次が YouTube、ブログ、Facebook、SNS ですね。やはり、これもですね、今こう、ザ、ガーンと来ないですよ。何でもそうですよね。効果じわーっと今、こういう状態ですね。である時からパッと成功率上がっていくと思います。ですから、それと今一つ取り組んでいるのが絵手紙ですね。感謝はがき、お客様に手書きで書くと、あのランチェスター戦略の接近戦ってやつですね。ですからもうお客様、まあでもやっぱこれからはそういうのとても大事かなと思っております。ですから私はですね、あの電波を使った、まあこういう熊門仏壇とか SNS とか、その電波を使った空中戦ですね。それとあのこのランチェスター戦略のハガキと接近戦ですね。やはりやっぱ我々のような小さいところがですね、大きいところと戦っていくには、もうそれゲリラマーケティングというかですね、まあ、そういうのが大事かなと思って今取り組んでおります。ですからもしもこの動画を見ていらっしゃってですね、いや新聞が効かんなという方とかですね、あそういう方いらっしゃいましたらですね、まあ一つ何かの参考になればと思って、この事例を紹介させていただきました。まあ、ぜひ皆様の何かの参考になれば幸せでございます。ちなみにですね、熊本の仏屋さんには見てもらってほしくないですね、これは。はいはいはい、ではここまでこの動画を見ていただいて誠にありがとうございました。皆様の開運ご発展、心よりお祈り申し上げます。